満点いいもの発見隊、今泉さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このコーナーでは全国のいいものの作り手とスタジオを結んで商品とそのストーリーをご紹介しています。今日お取り寄せしたのはこちらです。福島県から唐辛子ニンニク 150g2 個税込み2000円です、うん、まあ、その名の通り唐辛子とニンニクを組み合わせた万能調味料です、はい、ラーメン、うどん、煮物、おでん、唐揚げなど何でも合うそうなんですが、今日はシンプルに冷ややっこに乗せてみました。で、はい、これ結構辛いので、はい、今日ちょっとスプーンを用意したので、スプーンでちょっと少し一口目は少し、ね、ちょっと少なめに取って、全部鳥に聞こえてきちゃってなんかねちょっと言われちゃう。でちょっと、はい、ちょっとね、はいはい、で試してみてください。はい、わかりました。もっといけそうだったら次もっといってください、ね、はい、いただきます。うん、うん、おいしい。あ、うま辛ですね。うま辛です、うん、あ、これむちゃくちゃ豆腐進む。これ、うん、おいしい。あ、辛みありますね、やっぱね、うんうんうん、はい、でもガツンと効いてうまみもしっかりあるからおいしいですね。よかった。じゃあもうちょっと次は量増やして。はい。田村さんも辛いもの好きでしたよね。大好きです。はい、行ってみます、はい。いただきます。結構つけてもいいんじゃない？あ、おいしい。うん。あ、うま辛。あ、唐辛子のこの辛さの後にやっぱりニンニクの旨味がしっかりきて、うんうんね、ちょうどいいバランスで本当に何にでも合う味ですね。そうなんですよ。やっぱ、はい、ニンニクが入ってるっていうところがただ辛いだけじゃない、やっぱりつながってますよね。うま辛。はい。さあ、この唐辛子ニンニク作っているのは福島県下郷町の富田商店です。昭和初期に創業し、当初は地元の農産物や日用品の販売からスタートしました。現在では、観光土産や特産品の製造販売、地域の文化や伝統を伝える活動にも力を入れているということです。今日は渡辺正明さんとリモートでつながっています。渡辺さん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。渡辺さん、いただきましたけれども、とってもうま辛っすね。めちゃくちゃ進みます。本当どんなものにも合いそうな気しますけれども、どういう商品か教えてください。はい、この商品なんですけども、唐辛子に商品名はね、唐辛子ニンニクっていう商品なんです。で、説明させていただきますと、はい、ただ辛いだけの商品ではなくて、旨味と辛味にこだわり、地元福島で50年愛されたご当地調味料となっております。で、他の調味料、例えばマヨネーズ、味噌、醤油、あとポン酢などとの組み合わせもできて、お料理の隠し味やちょい足し、あと味変などに幅広く、あと主食からおかず、そしておつまみにまで使っていただける万能調味料となっております。ニンニクってグルタミン酸、はい、旨味成分が多いんですね、はい、なのでただ辛くするだけじゃなくて旨味を足すことができるんですよ、うん、だから、まあ、いろんな調味料に足してマヨネーズなんだって足すのもいいし、はい、で僕がやってないけど確実に合うと思ったのは、はい、カツオのたたきとか、あ、いいですね、馬刺しとか、うん、ああいうののタレとか醤油にこれ入れるとすごく合うと思います。確かに、確かに辛味も旨味ね、本当にいろんな食材、はい、調味料といろいろ組み合わせて、うん、美味しくできると思います、うん、さあ、渡辺さん、こちら使っている材料にもこだわりがあるんでしょうか。そうなんです。この唐辛子ニンニクは唐辛子、ニンニク、塩のみを使い、添加物、着色料を使わず無添加にこだわり、品質と味を追求しました、うん、最適な配合や加工方法を見つけるために 何度も試行錯誤を繰り返し、その時期の気温や湿度に合わせて焙煎をして丁寧に仕込み、じっくりと時間をかけて熟成させ、はい、黄金比の配合にたどり着きました。富田商店の秘伝の味となっております。秘伝の味なので門外不出、はい、うん、どこにも知られない。そうそうそう、はい、もうこのお店の人しか作り方を知らない、はい、ということなんですが、はい、このニンニクと唐辛子の組み合わせっていうこの商品はどうして生まれたんでしょうか。はい、この商品はですね、私 の祖父祖母が商品開発をしまして、地元観光地のお土産で売ってきたご当地調味料となっておりました。で、昔冷蔵技術がまだ現在ほど発達しなかった時代では、唐辛子とニンニクは保存が効くため、保存が長くなる点は非常に重要で、観光地のお土産にしてはどうかなっていうところで生まれました。なるほど、うんうん、で、これ賞味期限が常温で1年、
すごい持つですね、はい、あるので、はい、いろんなものにちょこ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 使って嬉しい長く楽しむことができると思います。はい、はい、では最後に商品作りに対する思いを教えてください。はい、唐辛子ニンニクは家庭の味を手軽に向上させることができ、その利便性と風味の良さから50年以上にわたり地元福島で愛されてきました。現在でもこの伝統を守りつつ時代の変化に合わせさらなる進化を遂げています。お客様とのコミュニケーションを大切にしてより多くのお客様にこの商品の良さを知ってもらうことを大切にしております。はい、さっきもう一個言いたいことを、はい、思い出しました、ええ、これから夏でしょ、はい、そうめんのつゆにこれちょっと入れるとすっごくいいと思います。いいですね、はい、ということで、はい、渡辺さん今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ食べてみてください。はい、はい、今日ご紹介した唐辛子ニンニク 150g2 個は Amazon 日本ストアで購入できます。 ATV ホームページ満点いいもの発見隊のページから簡単に商品ページにアクセスできます。またこのコーナーでは毎月5名様に Amazon ギフトカード1万円分をプレゼントします。詳しくは ATV ホームページ満点いいもの発見隊をご覧ください。これまでに紹介した商品の情報も掲載しています。これからもいいものをどんどん紹介していきます。お楽しみに。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。